はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日すみれ組さんでは、年少さんではバラ組さんとすみれ組さんで2クラスあって、今日はそのバラ組さんと一緒に遊んでいきました。でもう今日が4回目になるんですけれど、1回目遊んだ時はやっぱり何ですかね、こう大人同じ年少さんでもなかなか関わる機会ってなくって、まあ、自分のクラスのお友達と関わるっていうことの方が多かったんですけれど、回を重ねるごとにバラ組さんのお友達と遊べるようになって、今日はお名前を呼んで一緒に遊んでいる姿が見られたりだとか、今日朝バラ組さんのお友達と一緒にお給食を食べるんだよって言うと、もうすごいやったーって大きな声で喜んでいて、お給食食べる時もこうバラ組さんとスミレ組さんバラバラで一緒になって、何ですかね、スミレさんはスミレさん、バラさんはバラさんで食べるのかなって思ってたら、全然そんなことなくて、スミレ組さんのお友達もここ隣いいよって言ってバラ組さんのお友達を誘ってあげてたりとか、もちろんバラ組さんのお友達も一緒に食べようって言って誘っている姿なんかも見られて、こうお友達同士の関わりっていうのがすごい上手になってきたのかなと思って嬉しくなりました。そして普段こうなんですかね、まあ、年少さんと関わることがもちろん多くて、年中さんとかも喋りに来てくれることが多いんですけど、なんか年中さんのお友達が今日遊びに来てくれて、先生大好きって言ってくれたんですね。やっぱりこう学年が変わるとなかなか関わる機会っていうのが減ってくるんですけれど、その子たちは毎日会いに来てくれて、もう朝から朝も会いに来てくれて、帰りもなんかバイバイって言いに来てくれて、とても嬉しい気持ちになりました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。